皆さんこんにちは、シンガーソングライターの水です。本日は鈴木梨沙さんのトレーニングに密着させていただきます。鈴木梨沙さんは陸上経験がないものの、総歴1年半でフルマラソンサブ3を達成、月刊ランナーズの表紙を務めたことで注目を集め、その後多くのメディアに登場されています。現在は加圧トレーニングインストラクターとして働く傍ら、マラソンランナーとして活動されています。2時間を40分を切って走られている方なので、もうトレーニング内容はもう凄まじい、さっきちょっと見せてもらいましたけどものだったんですけども、これから梨沙さんの加圧トレーニングが始まります。伊藤トレーナーに加圧ベルトを巻かれていき、この後こんなに追い込める原動力は記録を出したい。それで細い。全然細いので、ちょっとこう肩の、胸のこの上部の部分を少しつけていきたいなと思います。これが細いね、すごいですね。もう。Tシャツまだ入るじゃないですか。みんなボディビルの時着てるんで。はい。猫さんが今加圧にこれから。頑張ってください。クリスマス村です。あ、頑張ってください。どうぞ痩せてるから。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。はい。良かったです。できないから。の調整ってこうどういう調整が調整した時は、はい、3週間前に抑えた30キロ、はいはい、2週間前に15キロ、
はいはい、で週間前に2キロとか、はい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 、練習したんですけど、はい、変わりますね。ね、本当1日が1日が大きいですよね。特に調整期はそうですよね。ということで今日は鈴木理沙さんのトレーニングをさせていただきました。本当ありがとうございました。ありがとうございました。東京マラソン、はい、頑張ってください。頑張ります。自己ベスト出したい。出して頑張る。鈴木さんのトレーニングは、はい、もう受けられ誰でもこう申し込んだら受けられるんですか？はい、もちろんあの、はい、どなたでも、はい、筋力が欲しいなっていう方だったら、はい、体力つけたいとか、はい、あの痩せたいとか、はいはい、そういった方でも全然大歓迎なんで、はい、あのどなたでもお気軽にお越しください、はい、じゃあ連絡先はここまでっていうやつで入れときます。ありがとうございました。誰かと争う勝負